はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。はい、すいません、先にちょっとお知らせなんですけども、本日8時まで、ラクマの方でオリパの方を販売しております。本日8時で、販売終了となります。はい、まだ、残ってますんで、よかったら概要欄の方から覗いていただけたらなと思います。一口1000円で全20口ということでね、大当たりがミスティカルアーカイブ、ストリクセイブのミスティカルアーカイブ、日本画コレブさんの、暗黒の儀式ということでね、はい、まあ、細かい内容とか概要欄の方貼っときますんで、そちらの方で見ていただけたらなと思います。購入制限は特にありません。そして送料もかかりません。あとは匿名配送なんで、特に住所とかを公開することもありませんということでね、はい、お気軽にお買い求めいただけたらなと思います。はい、まあそんな感じで、ランク戦じゃないデッキ紹介いきましょう。はい、まあちょっと昨日に続いてなんですけど、赤タンなんですけど、赤タンかなりいろんなね、こうバリエーションありますんで、まあ、とりあえず昨日のやつはかなり軽めに作ったんで、まあ、ちょっとずつね、こうミッドレンジに寄せていこうかなと思って、まあ、いろいろ試していこうということで、そのうちの一つですね。はい。さあ、まあ、どうだろうね。2マナ、このフェルドン結構いい働きしてくれたり、うん、まあ、敵対者もそうなんですけど、まあ、ここら辺ちょっと増やしつつという感じでしょうか。さあ、それでは早速ね、回してみましょう。さあ、やっていきます。はい、プレイ。さて、悪魔のと活火山の退治、さあ、とかね、ちょっとないのがきついな。さあ、だこの2枚が完全に腐ってるわ。さあ、トンズラ、それでも6点、残り9。この2枚使いたいな。この2枚使いたいけど、今のところ何もないな。厳しいぞ。さあ、フェルドン、さあ、ダック。タミオの保管か。2点回復でかいな。1枚ぐらいでも本体火力ぶち込みたいところですけど、この2枚腐ってんのがほんときつい。ここがきつすぎる。
さあ、どうか。展開服がなきついんだよね。さあここで火力、よし来ましたね。危ない。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。さあ美食か。さあ頑張っていきたいところだけど、取り崩しがあるか。おお、殴れた。これはでかい。もうやられたとしても、さあダック、あと14点、これで7点、7。さあダック、謎まで一撃。さあダック、さあ美食か。あと6点、攻めきれるか。セオル来た。おお来ましたね、ありがたい。さあ機械化戦。さあダック、はい、対戦ありがとうございました。厳しいか、どうだ。いや、まあまあ、でもこの無期限解体が使えるんで、次ここで使うかどうかわからんけど、ここで使う？ここで使うか。できれば機械化戦ね、引いてほしいんですけど、こっちと。まず土地だね。とにかく土地引け。よし、土地引きましたね。これは大きいぞ。さあ、フェルド。一気に攻めていく。現実的機械化戦を探しに行きますか。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあと、ぐるる、やぶ打ちか。ちょっと待てよ、これでいって、から行こう。土地が来てくれたらよかったんですけど、残念ながら土地来なかったですね。さあだ、
さあカード引きます。おー、まあフェルドン出してできればブロックしてほしいな。そう、土地を探しに行きたい、土地が欲しいんだ。よし、土地来ましたね。さあこの土地引きはすごく大きいぞ。やーべえの出てきましたね。さあどうしたものか。火遊び、これはいいですね。さあ自由資源の解体、熊野行きますか。さあダック、さああと7点。できたか。はい、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。赤タンアグロということで、まあ、赤タンね、かなりいろんなパターンあるんですけど、まあ、徐々にこうミッドレンジ寄りに寄せながらいろいろ試してみようかなと思ってます。はい、2マナのカードちょっと増えながら、どうなんだろうな、本当にあの5マナ6マナとかそこら辺まで入れてもいいのかなと思ってるデッキもあるんですけど、まあ、こういう軽いやつの方が BO1 とかだったら勝ちやすいのかなと思ったりもして結構悩ましいんですけど、いろいろ試しながらね、良さそうなやつやっていこうかなと思います。はい、まあそんな感じで赤タン好きな方はぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。